3月で会社を辞め無職です <laughs> これからの時代どの業界転職を目指せばいいでしょうか27歳元営業って書いてるんですけどもそうだな俺あの一番最初に考えるのは真面目な話ね転職とかあと就職とかで考えるのはもし迷ったり悩んでたりしてるんだったら親親や親戚に聞けっていう、ね、あのねやっぱりね僕あの学生の就職問題とかも もうずっとこの6年か7年ぐらい受けててその度ごとに何か言ってでそれが学生に届いたり届かなかったりで彼らがそれを受け入れて行動したりしなかったりしてるのを見てずっと思うんだけどもさやっぱりね自分に合った職業っていうのは探しすぎだと思うな自分に合った職業とか自分の才能を生かせる職業とかんだろう自分にぴったりの職業がどっかにあるっていうのはそれはもうあの。 シンデレラ症候群とかピーター・パン症候群と同じようなもんでなんだろうな幻想だと思うんだよねそれは仕事が無限にあって働き手が少なかった時代は成立するんだけども今は違うと思うんだよねで親に聞くのが嫌だっていうコメントが今流れたんだけどもまあ,あの親に聞くのが嫌な人は嫌,な嫌でもいいよ。ただ僕は基本的に仕事を 今何すればいいだろうっていうふうに本当にぼんやり悩んでるんだったらまず親兄弟、親戚に聞いて自分を何だろうな何が自分がしたいかじゃなくてどこが自分を必要としてくれてるのかっていう発想の方がはるかに楽だと思うあと次は、えー、近所だよね。今自分が住んでいる近所で働けっていうふうに僕は思うし学生に言ってるよね。 あの今自分が住んでるところの5 0 0ル圏内とか1キロ圏内程度で働いた方がいいと僕は思う。なんでかっていうと誰もね知らないところでネットで探した仕事でそこに電車に乗って通って働いてもその働いてることの働いてる自分の姿とかそういうふうなものを見せれる人が仕事の縁しかないじゃん。でも、 住んでるところの500メートルとか1キロ圏内で働いたら、自分が真面目に働いてれば働いてるほど、その自分が住んでるところでの自己存在のアピールになると思うんだよね。これ評価経済というのはそういうことでもあると思ってるから、よっぽどの才能とかよっぽどのコネとかよっぽどのなんだろうなあのスキルとかがあれば、それは自分の生き方自分の あのやりたい仕事とかやるべき仕事を探すのことはできると思うんだけどもそうじゃなくて何か仕事辞めちゃったんだ転職考えてるんだとか何を仕事をすればいいんだろうって思ってる人はまずは俺は遅延と欠延だとだ思うつまり、えー、友達知り合いを含めて、えー、親や兄弟、えー、前の仕事の先輩とかいうふうに人に聞く。あの彼氏彼女ができない人っていうのは絶対にねあの彼氏彼女を 今いないんだけども誰か紹介してくれないって友達に聞けない人が多いんだよな、ね、で、友達に聞くと自分に見合った人っていうのを誰かが探してくれるのが結構あるんだよそれと同じように仕事もねあの自分仕事探してるんだけどって言って本当言えば紹介してくれるようなコネクション作れればいいんだけどさ それをまあ今から作れないじゃん今これ聞いてだからドキッとしてる人もいるんだけどもなのでそういう場合はもうねとあの親戚とか親とかに聞くっていうのが第一でそれがダメだと思うんだったらば5 0 0ル1キロ圏内であの探すのがいいと思うな。